アトム級4回戦を行います。赤コーナープロデビュー戦101パウンド浮遊中所属アンドマリー。青コーナー一戦一勝101パウンド4分の1シャイアン山本所属大内さくら。ジャッジ宮崎久俊。放送席の解説は WBC バンタム級世界チャンピオン長谷川穂積選手所属の新生ジム会長山下雅人会長でお送りします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。アトム級の4回戦女子ボクシング安藤麻里対大内さくらの一戦となりました。安藤にとってはデビュー戦、そして大内にとってはここまで6戦3勝マークしています。試合開始のゴングが鳴りました。安藤対大内です。赤のトランクス、赤いグラブをしている安藤に対し、こちら安藤はデビュー戦、一方大内さくら6戦3勝。大内はここまでキャリアがあるんですね。そうですね、前回後楽園ホールで、うちの所属のプロボクサーの小林優里とデビュー戦でお互い戦っています、はい。その時は判定で負けたんですけども、はい、でこの相手の安藤選手はですね、はい、プロテストの時に、はいはい、そのうちの小林優里とプロテストでスパーリングをした仲間です。まあ、スパーリング試合の違いはあれどお互いにグラブを同じ相手とじゃ組んでるわけですね。そうです、はい。まあ、だから非常に今日はちょっと興味深い一戦だなと思ってね、はい、たんですけど、まずは立ち上がり両者接近戦で打ち合っています。女子ボクシングは2分1ラウンドで行われます。計4ラウンドで行われる安藤対大内の一戦。立ち上がりからまず大内がどんどん攻めていきますね。そうですね、大内さんちょっと、まあ、ガードもしっかりして前に出てますし、はい、もうちょっと安藤さんガードを、ね、上げれば面白いなと思うんですけど、はい、まあ、低い姿勢でデビュー戦である安藤もしっかりとガードを固めながら前に出ていきます。上下に仕分けるか、前に出ていきます大内です。立ち上がりはまず大内がどんどんと攻めていく。共に右のファイタータイプ、足をまあほとんど浮かさずに安藤がパンチを出す中で大内がステップしながら前に出ていきます。第1ラウンドが終了しました。アトム級の4回戦です。女子ボクシング安藤麻里にとってはプロデビュー戦になります。大阪府は枚方市出身、現在20歳、身長154センチの右ファイタータイプです。フィットネスの目的で最初はしていたんですが、いつの間にかプロの選手になりたいと思うようになっていまして、これが今日記念すべきデビュー戦となった安藤麻里です。目標をやるからには世界チャンピオン。一方の青コーナー大内さくら、こちらはアマでの成績が6戦3勝2敗1引き分け、前回のプロデビュー戦一戦初勝利をマークしています。福島県の郡山市出身です。新生ジム所属の小林優里選手相手に今年の5月9日プロでのデビュー戦を飾りました。セコンドアウト、ラウンド2、コーナー、コーナー、お互いコーナー、バックス。第2ラウンド開始のゴングが鳴りました。先ほどの6戦3勝2敗ですが、アマではなく JBC 公認前の戦績が6戦3勝2敗という成績が残っている大内さくらです。さあ解説新生ジム会長山下雅人さんでお送りしているんですが、山下さん、立ち上がりの両者の印象としてはどんなふうに両者が残りました？そうですね、やっぱりちょっと
安藤選手がデビュー戦ということで、はい、まだちょっとやっぱり硬さがありますよね。はい、共にまあ右のファイタータイプということではあるんですが、あの激しく打ち合うという面では共通しているんですが、足の使い方を見ますとちょっと両者違いますよね。そうですね、やっぱりちょっと大内選手はボクシングをしてますよね。はい、はい、ファイト足を使ってボールのキャリアを生かしていく大内さくら、プロでのデビュー戦となった安藤真理、そのベタ足ではありますが右のファイタータイプ、手数では若干大内の方が立ち上がりから上回っています。安藤もパンチを返していきます。まあ、気持ちが、ね、非常に安藤選手も強くて下がらないボクシングをしてますんでね。はい、左をうまく使ってその後右に変えていきます。大内さくら、後ろに引かない気持ち、そして技術はまだまだなので気持ちで戦いますと話していた赤コーナーの安藤真理、確かに下がることはほとんどありません。ただお互いに手数は結構出してるんですけども、やっぱりポイント的にね、はい、どっちに流れるかっていうようなパンチがまだあまり見えてないのでね、はい、まだ試合の行方はどうなるかわからないですね。はい、計4ラウンドで行われますが、第2ラウンドに入っているアトム級の4回戦です。一方青コーナーの大内さくら、こちらは強いボクサーを目指して攻め続けていきます。左のフック、左のフックを大内が放ったところで第2ラウンドが終了しました。ラウンド3、女子ボクシングアトム級の4回戦後半第3ラウンドに入っています。プロデビュー戦赤コーナーの安藤真理、そして1戦1勝大内さくら、プロ2戦目になります。第3ラウンドに入ってこの安藤もちょっとこう足の使い方も変えてきたような気もするんですが、そうですね、はい、であのまあ、ボディ打ちをしっかり打ってきてるんでね、はいはい、低い姿勢からボディを狙っていきます。そして今度は顔面へ、もう打ちは相変わらず手数、まあ、両者の手数は随分と多いですよね。そうですね、はい、やっぱりしっかり練習してきてますよね。1ラウンドが2分、計4ラウンドで行われます。第3ラウンドに入っています。アトム級の4回戦、ここに右のファイタータイプ、前に中心に攻めていく、前に出ていく、ロープゲームを詰めていった大内です。ね、男子の試合の場合はね、3分ありますので1ラウンド2分超えてからがやっぱりスタミナ、まあ、切れたりということもあったりするんですけども、女子の場合はこの1ラウンド2分ですんでね、はい、この2分の中でやっぱり勝敗をつけていかなければ、きっちりしなければいけないので、ね、はい、まあ、難しいですよね。男子の3分に比べますと随分短く感じはするんですが、ただ両者その短い中で手数を使って手数を出しながら決定打を打ち込んでいきたいんですが、ガードを固めた安藤です。王子もいろんな角度からパンチを出していきますね。そうですね、技術的にはなかなか、いろんなテクニックを持ってますよね。はい、新生ジムの小林優里選手とも試合経験がある大内さくら、これがプロ2戦目です。新生ジム会長山下雅人さんの話でお送りしています。第3ラウンドが終了しました。
ラウンド4ラストラウンド最終第4ラウンドに入ります。残す時間はあと2分、計1ラウンド2分が行われています。赤コーナーの安藤真理デビュー戦、そして青コーナー大内さくら1戦1勝プロ2戦目。最終第4ラウンド、安藤が仕掛けていくんですが大内が返していきました。アトム級はリミット 46.2 キロで行われています。解説 WBC バンタム級世界チャンピオン長谷川穂積選手の所属ジム新生ジム会長山下雅人さんでお送りしています。山下さん、はい、まあ、最終ラウンド、まあ、全てを出し尽くすということになるんですが、ここで決定打というのはないんですよね。決定打ないですね、でもまあこの最終ラウンドになって大内選手が非常に前に出て好戦的に打ちに来てますよね、コーンローヘッド、オリジナルの髪型をしています。大内、前に出ていく、最後ストラス、パンチを出しています。近い距離で挑んでいこうとする大内、安藤がちょっとガードを固めながら押されてはいるんですが、大内、右のストレート、顔面を捉えていきました。安藤選手ももうちょっと上下の打ち分けが欲しいところですね。そうですね、サイドのフック気味のパンチはあるんですが、確かにボディのパンチはほとんどありません。大内も逆に顔面を中心に攻めていきます。ニーナッパー気持ちがなかなか強いですね、両者が一歩も引きません。お互いが前に出会ってパンチを出し続けます。アトム級の4回戦デビュープロ1試合目の安藤真理香、プロ2戦目、ここですでに勝利を1勝している大内さくらか。最終第4ラウンド、両者が手がずっと遠くなってパンチを出し合う中で試合は判定となっています。採点の結果発表いたします。ジャッジ坂本翔吾、ジャッジ川上潤ともに40対37、ジャッジ宮崎久俊39対37、以上3対0の判定により勝者青コーナー大内さくら、プロ2戦目2勝目をマークしました。デビュー戦安藤真理、プロ初勝利はなりませんでした。山下さん、勝ちました。大内さくら選手にキャリアを共にしてという勝利になりましたかね。そうですね、今回安藤さんも非常にいい経験になったんじゃないですかね。これが次に来てくると思います。プロ2戦目2勝目をマークした大内さくらのリング上インタビューを聞いていただきましょう。放送席、会場の皆さん、勝ちました大内選手です。おめでとうございます。今のお気持ちを。ちょっとやってる途中で相手が結構強かったので負けちゃうかなって一瞬思ったので、勝ててよかったです。でも最初から攻める試合、前という気持ちが見えましたが、その点はいかがでしたか。うまいボクサーではないので、もうそれを取ったら何も残らないので頑張って前に出ました。これでプロ2戦2勝です。次の目標をお願いします。次こそ KO 勝ちをしたいです。はい、頑張ってください。どうもありがとうございました。大内選手でした。友人の応援もあって始めたという大内さくら選手のボクシング、まあ、2戦目ではありますが、 KO へ向けての気持ちの強さというあれの涙ですかね。そうでしょうね、やっぱりまあ、練習やってる気持ちがありますからね。はい、大内さくら、次は KO を目指しての試合となります。プロ2勝目をマークしました。